大手前通り、大手前通りは、兵庫県姫路市にある、JR 山陽本線姫路駅から、姫路城大手門、桜門前の姫路城前交差点に至る、全長約840メートル、福員50メートルの道路。日本の道100線の一つに選ばれている。姫路城城下町、中ぐるは、外極林にあたる範囲にある。路線名は、姫路市道大号線。 都市計画道路名は駅前幹線だが一般にはほとんど用いられていない。大手前通りは姫路駅北口から世界文化遺産国宝姫路城を真正面に望めるメインストリートである。50メートルの幸福院を有し全線が無電柱化されるなど姫路城の景観を損なわないように特に配慮されている点が大きな特徴である。両側歩道はクスノキと イチョウ並木が続き、読売新聞社選定の、新、日本街路樹百100系の一つに選定されている。多数のブロンズ像などが設置されており、様々なイベントの場、憩いの場として親しまれている。通りの左右には、山陽百貨店や大和屋敷姫路店などの百貨店、それに、銀行等が立ち並ぶ。姫路駅北駅前広場から約170メートル、北上した。 白銀交差点で、西行き一方通行の姫路市道12所前線と直行し、さらに400メートル北上した大手前交差点で、東行き一方通行の国道を2号と直行する。東側に並行して、アーケード商店街、三行通り商店街、三行通、おみ筋商店街、商工筋が通る。また大和屋敷の北西角で、 東西に走る二階町商店街と交差する大手前通り異性は西二階町商店街。姫路中心市街地と近郊各地域を結ぶ新規バスのうち、姫路駅北口に到着するほぼ全てのバス路線が通過する重要な道路でもある。建設当初の舗装工事の概要は次の通り、姫路市中心部は太平洋戦争末期の1945年。 昭和20年7月3日、深夜、姫路大空襲によって、甚大な被害を受けた。それまで、姫路城下の大手筋は、江戸時代から明治中期までは、現在の大手前通り、当時名称は、国府寺工事の一筋西側の中の門筋。1903年、明治36年以降は、現在の大手前通りの一筋東側の、三行通だった。第二次世界大戦後の、 戦災復興と地区学整理事業の目玉事業として、姫路城と姫路駅を結ぶ道路、国府寺工事の拡幅が、姫路市都市計画街路として計画され、1949年、昭和24年9月に着工、1955年、昭和30年2月20日に完成式典が行われた。建設当時は、50メートル道路と、仮称されていたが、姫路市、 姫路観光協会主催による一般公募が行われ、応募総数1996点中38点を占めた大手前通りと命名された。当初はかつての御堂筋がそう言われたように、飛行場でも作るのかと揶揄されたが、その後の姫路市内における交通量の増大によって、その必要性は実証された。1955年。 昭和30年の完成当初は、中央部に高速度車道、6車線、18.0メートル、両側に、緑地帯、4.0メートル、観測度車道、6.0メートル、両端部に、歩道、6.0メートルを備え、全区間が電線類地中化、地下埋設で無電柱され、景観に配慮された道路だったが、モータリゼーションの到来とともに交通量が激増し、観測度車道が、 バス停やタクシーの乗降に使われ、緑地帯湧きでの不法駐車、放置自転車も多く、各所で混雑が目立ち美観が損なわれるようになったため、1984年、昭和59年2月から1988年、昭和63年にかけて、大手前通り、シンボルロード整備事業が行われ、道路は、お城に憧れるゾーン、お城を思うゾーン、お城を眺める、 ゾーン特徴ある3つのゾーンに分割された。この整備事業では、観測度車道の廃止に伴う歩道の拡幅、6メートル14.625メートル、緑地帯を連続させて、グリーンベルト化し、植物も、上緑低木の扉、強畜等から、上緑高木のクスノキに植え替えて、クスナミキを車道側に新設し、既存のイチョウナミキは、受印退化を図った。また、舗装人道、 ベーブメントとしては、城下町を連想させるため東半舗装とし、公園のような雰囲気を醸成するため石組みの植樹章や木製ベンチなどのストリートファニチェアを配置するなど、演出に工夫を凝らした。2011年度、平成23年度から行われた姫路駅、周辺整備事業によって、12所前線以南の大手前通りは、 トランジットモール化による車道の削減と歩道の拡幅工事が実施され、2012年、平成24年6月20日から一般車両の通行を制限、2015年、平成27年4月1日から道路交通法により、路線バスタクシーを除く車両、オートバイ、原動機付自転車含むの通行が禁止れた。なお、自転車についても、 十二所前線以南の大手前通りを含む姫路駅北駅前広場一帯は道路交通法上走行できない区間のため歩道を手押しで通行する必要がある。また、2008年平成20年4月1日から大手前通りと姫路城周辺は姫路の街を美しく安全で快適にする条例。平成8年3月26日条例第1号。 により路上喫煙禁止区域に2015年平成27年3月27日から姫路駅北駅前広場も路上喫煙禁止区域に指定され路上喫煙行為で1000円の過料が課せられるほかゴミのポイ捨て行為で2万円以下の罰金が課せられる場合がある姫路市では大手前通りを活用する施策として姫路城周辺の環境整備 彫刻のある町づくりとして、両側歩道内に18体の彫刻を設置し、都市に潤いと文化をもたらす景観づくりを行っているほか、道路に面した商店街のショーウィンドウを利用して絵画などを展示するストリートギャラリーも行っており、通行人の目を楽しませている。また、この通りは姫路市の主なイベントや祭りが行われる場所でもある。 6月には大阪部神社の祭り、浴衣祭り、8月初旬には20万人の人出で、賑わう市民最大のイベントである、お城祭りを行われる。浴衣祭りやお城祭りに際しては、多数の露店が立ち並び、お城祭りでは、大手前通りで、パレード等が行われる。2000年代以降、姫路市中心部は、郊外の大型店舗に客を奪われ、店舗の閉鎖が、 相次いでいる。大手前通りに面していた大栄姫路店が2002年、平成14年1月に閉鎖した土地に、高知市の広め市場をモデルにした複合型飲食施設、姫路広め市場が2003年、平成15年4月にオープンしたが、客足が伸びず2004年、平成16年10月に運営会社が自己破産した跡地には、 銀ビルストアが運営するボンバルシェ大手前店が2005年、平成17年5月にオープンした。2013年、平成25年以降、姫路駅新駅ビルとしてオープンしたピオレ、姫路や旧駅ビルのテナントなどが移転したフェスタ南館、旧地下街を統合、改修した、グランドフェスタが営業を開始して、客足が JR 姫路駅周辺に集中するようになった。 また、2015年、平成27年3月27日の姫路城、平成の大修理終了に伴うグランドをオープンや、12、ち前線南側のトランジットモール導入、姫路駅周辺地区総合整備事業、キャスティ21コアゾー整備で新たに、商業施設等が建築されることもあり、人の流れが再度変化すると見られている。姫路市は、大手前通りに、 日本の道百選の検証プレートをはめ込んだ石柱を設置していたが、2013年10月に駅前広場の整備の際、石柱を別の私有地に移設した。ところが、2014年に当該の私有地でビルの建設工事が開始された際、検証プレートを石柱ごと紛失。工事を施行した業者のご廃棄とみられており、市はミスを謝罪の上、 別の標識の設置を検討しているが、第一発見者である写真愛好家の男性は、こんなことは初めてのことだと、息取りをあらわに死の対応を批判している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。